東武6000系電車東武6050系電車東武6050系電車は1985年に6000系の更新によって登場した東武鉄道の二度アセミクロスシートの電車である日光線、絹川線の急行区間急行と普通で運用される1991年までは有料の快速急行、2017年までは伊勢崎線、日光線の快速 区間快速にも使用されていた。本校では、スカイツリートレインの愛称を持つ634型電車、野岸鉄道、合図鉄道が所有する同系車である、野岸鉄道6050系電車及び、合図鉄道6050系電車についても合わせて、記述する。また、個々の編成を表す場合は634型を除き、 浅草方先頭車の車両番号の末尾に F を付して表記する。当時建設中だった野岸鉄道合図絹川線への直通運転に備え、1985年10月から翌1986年10月にかけて2両編成22本の K44 両が登場した。当初は6000系に不燃化等の改造をして使用する予定であったが、 同系列は、比例防車であり、車両設備も陳腐化していたことから、新鮮乗り入れのため、心臓による、イメージアップの方が特策と判断され、本系列の製造が決定した。更新途上において、運用車両が不足することから一編成が、完全心臓され、後に、野岸鉄道に譲渡された。その後、百八十八年には、完全心臓車が七編成十四両増備され、 最盛期には29編成58両が在籍した。全長は20メートルで、両開き式ドアを前後2箇所に備える。前面は大型ガラスを使用した3面折り妻構造で窓周りをくぼませ、貫通扉の上に急行灯を装着する。なお、この前面のデザインは細部の際はあるが、8000系の1987年度以降の更新修繕者に、 また配照機を省略して1万3 0系に採用されている。塗色はジャスミンホワイトを基調に、前面はパープルルビーレッド、側面はパープルルビーレッド2本とサニーコーラルオレンジのラインを巻いている。後にこの車両塗色は塗り分けこそ異なるが100系、スペーシア300.350系にも採用され、日光方面優等系車両のイメージカラーとなる。 2011年頃に転落防止用ホロルモハ6150型とクハ6250系の連結面に設けられた。座席配置はドアガン固定クロスシート、車端、飛ぶクロブロングシートのセミクロスシートとした。ボックスシートは座席間隔が6000系の 1480mm から 1525mm に拡大された。また、 折りたたみ式テーブルを設置している。車内の乗務員室側のつまめん上部の中央には、分割運転時の故障防止のため、行き先表示器を設置している。また、長距離運用が前提のため、区波6250型に和式トイレを設置している。客室側窓は1枚加工式を採用している。また、蛍光灯にはカバーが取り付けられている。 冷房の冷気吹き出し口はラインフロー式で扉部分には補助送風機も設置してある。車内保温のためのドアカット機能はあるが、開閉ボタンは装備していない。6000系より、手電動機、台車、抵抗機、電動空気圧縮機などを流用したが、制御機等の使用機器は申請されている。ただし、制御シーケンスやブレーキシステムの使用は六0系とほぼ同一であり、 更新途上においては両系列の並結運転も行われた。制御機は電動カム軸式の日立製作所製 MMC HTB-10L である。6000系が搭載した MMC HTB-10D と制御段数及びシーケンスは同一で、主電動機4個永久直列回路構成であるが、野間鉄道乗り入れを考慮して体幹大切設,設計とされたほか、 無接点制御方式を取り入れメンテナンス軽減を図っている。電動発電機も冷房装置が搭載されたことから、ブラシレス式の大容量のものが申請され、容量75区場の CLG-703 を区波6250型に搭載する。1996年には増解決時の省力化を図る目的で、自動連結機から、 電気連結機付き密着連結機への交換が行われた。その後、2001年3月28日のダイヤ改正より日光線普通列車でも運用されることとなり、後編成に下取り用パンタグラフが搭載された。一部の電動台車には当初から散策装置が設けられている。完全新造車6173回、完全新造車の台車上、 TRS-882M 下 TRS-882T6050 TR 系の完全新造車は前述の通り1985年に100番台1編成が製造されたことに始まる。1986年には61,102回が新造され野岸鉄道開業に合わせて2編成とも同社へ譲渡された。 新造車と更新車の大きな相違点は、台車が更新車の住友金属工業製民電ドイツ型 FS357.057 に対して、住友製 SU 民電型に変更されたことである。当初はメンテナンスの関係から FS357.057 が採用される予定だったが、メーカー側の製造上の問題により、SU 民電型が採用された。 1988年には、1986年の開業時から予想以上の人気で混雑し、定期快速列車用の6050系に加えて、臨時快速列車として8000系を追加投入し、合津高原駅まで直通運転していた野岸鉄道合津絹川線の状況を解消するため、また合津鉄道合津線の合津田島電化開業に備えるため、 完全新造車が7本製造され追加投入された。その後1990年には、同年10月12日の合津田島、電化開業用として、合津鉄道車6050系200番台1、編成が製造された。これは、合津鉄道が所有する唯一の電車である。1990年当時、私鉄の新造車はほとんど直波制御や、VVVF インバータ制御、 堺時点カレージ制御など、改正ブレーキが使用可能な制御装置を採用おり、抵抗制御の新造車は珍しかった。しかし、列車密度の低い合津鉄道線内で、改正ブレーキを使用するのは向いておらず、6050系の既存車とも使用を合わせるため、抵抗制御の61201回を新造することになった。鉄道、鉄道所属の本系列は、 書類上は、東武鉄道からの譲り受けとされている。製造年度なお、この完全新造車のうちに編成が2012年に、工術する634型に改造された。浅草駅5番線に掲示されていた、快速、区間快速発車案内板野岩鉄道、合図鉄道の所有車両も運用上の区別はされて、おらず、3社の保有車両が、 南栗橋車両管区新栃木出張所に配置され、完全に共通運用されている。2017年4月21日以降は、日光線南栗橋東部日光、新藤原間の急行、区間急行列車、日光線、絹川線の普通列車を中心に、その他げいまいちで特急に連絡する、特急連絡列車にて使用される。なお、2017年4月20日以前は、 伊勢崎線、日光線、木の川線、八岸鉄道合津木の川線、合津鉄道合津線を直通する快速、区間快速を中心に充当されており、下今市で、東武日光、合津田島方面列車の連結、切り離し作業が行われていた。以降、2017年度中に6161回、6166回、6171回が、廃車されたほか、 2019年度には6163回が廃車された。モハ6150系浅草、南栗橋向き制御電動車。主制御装置、パンタグラフを搭載する。区ハ6250系東部日光、新藤原、合津田島向き制御車。電動空気圧縮機、補助電源装置を搭載する。車内では、連結面側にトイレを設置している。 東武634型電車は6050系のうち6177階と6178階を総合車両製作所横浜事業所で改造し、車内の高床かやトイレ、腰掛けのバリアフリー対応化を行い、展望窓を設置した観光用車両である。愛称はスカイツリートレインであり、2012年11月29日から、 同名の特急列車で運行を開始した。文献によっては、東部634型や東部634系の記述も見られる。形式名の634は、東京スカイツリーの高さ634メートルに、ちなんでいる。通常はに編成並結の4連で運転されている。2017年4月16日を最後に、特急、 スカイツリートレインとしての運行を終了し、団体専用、または臨時での運行のみとなったが、2019年からは、降落機の臨時特急として運行されているほか、栃木県民の日の宇都宮線無料乗車日には、普通列車として運行された。特急料金はリバティに準じる。車体構造は6050系時代と同じであるが、外観塗装は白をベースに634から11。 編成が青空をイメージした青系634から12編成が朝焼けをイメージした赤系の水玉模様と東京スカイツリーのデザインに変更された水玉模様は地上で放たれた風船がスカイツリーを中心として総用に舞い上がる様子をイメージしている前面部の行き先表示器列車種別表示器と側面の行き先表示器については改造に際して 東部の優等列車としては初のフルカラー LED 式に取り替えられた。客室の側窓はスカイツリーの眺望を考慮して既存の側窓の上部に曲面ガラスを用いた天井窓を追加設置している。スカイツリーの眺望を考慮して腰掛け設置の床面が出入台、通路に対して 150mm 高くした高い床式に改造された。腰掛けは フリースペースを除き、改造車種である6050系のセミクロスシートから、リクライニングシートに変更されており、モハ634から01型が、山側は窓側を向いたペアスイート席、海側は1列配置のシングル席になっている一方、クハ634から02型は1列配置のシングル席と2列配置のツイン席の組み合わせに変更された。 ペアスイート席以外は回転も可能で、一人旅から2から4人の組み合わせに対応している。出入り口は1両あたり片側2カ所だったが、改造により運転室背後に、サロン席や荷物棚を配置したため運転席寄りの出入り口2カ所が撤去された。また、1編成に1カ所存在するトイレのバリアフリー化に、伴い、トイレ近くの出入り口が移設されている。 車内照明が蛍光灯から LED 照明に変更され、通路上の天井には1両あたり2箇所の液晶式の車内案内表示装置を設置した。MC 社のイベントステージには収納式の AV カラオケ設備を設置しており、使用時にはステージに引き出して使用する。天井にはステージを撮影する専用カメラを設けられており、1両あたり2箇所の32インチモニターや、 専用スピーカーを使って各社に配信することができる。外観塗装と同じく腰掛けモケットをそれぞれ青系、赤系で区別し、東京スカイツリーのマスコットキャラクターの空からちゃん、てっぺんペンスコブルブルのシルエット柄を採用している。室内の座席配置変更に伴い、従来セミクロスシートの客台に配置していた機器や AV 関連機器を 高床や荷物置き場バックヤードの床中に設置し、腰掛け部のヒーターについては、リクライニングシート客台に550ワット250ワットのヒーターを設置したほか、販売カウンターや荷物置き場にも温風ヒーターを設置して、陶器や山間部での運用に備えている。上、模波634から11、21下、区波634から12、22形式。 編集編成は、浅草側から六百634から11.21と、区百634から12.22となっている。6050系時代の番号との新旧対象は、次の通り。六百634から01系浅草無機制御、電動車。主制御装置、パンタグラフを搭載する。区百634から02系東部日光、新藤原。 ア津田島、太田、大宮向き制御車。電動空気圧縮機、補助電源装置を搭載する。車内では、連結面側にトイレを設置している。編成表、編集他社における、両開き、に扉を持つセミクロスシート車両頭部634型電車に関するカテゴリー、アイ鉄道6050系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。